ちょっと一回手を挙げてみてください。この辺で痛みが出るんですかね。痛くないけど上がらない。上がらない。全然上がらない。はいはい、全然上がらない。ちょっと手を下ろしてください。はい、で聞くか、肩の後ろ側になんか痛みがありますよね。いやいや、でここの場所で聞くかどうかをちょっと試してみますので。よいしょよいしょよいしょ。それでもう一回手を挙げてみて、なんか違いがあるかどうか教えてください。はい、挙げてみてください。さっきより痛くないね。お、そうですか。こんだけ上がる。あ、はいはいはい。チーッと上がるから。はいはい。はい、いいですよ。まあ、じゃあこれが効くわけですね。じゃあもう一回刺激してみましょうね。二回刺激してみましょう。H6 ですね。ここですね。よいしょよいしょ。まあ、じゃあもう一回上げてみてください。さっきと違いがあるかどうか教えてください。だいぶ上がるようになったな。ああ、これいいですね。うん、こんだけ上がる。これなんかそこがヒートみたいな。なんかちょうどいいですね、上がるですね。おうん、こんだけ上がる。はいはい。まだ上まで上がる。横からもう一回、はい、あ、もう一回上げてみてください。肩の後ろの痛みはだいぶいいです。そうですね。ほうほう。よしよし。はいはい。オッケー。教えてあげないといけないです。あ、そうです。はい、よろしくご協力お願いいたします。はい。はい、で今度は H の5ですね。まだ上がりがちょっとこう辛いですね、はい、さっきの人差し指でもちょっと良かった感じですね。はい、痛さがすごい取ったけど。ほうほう。じゃあ今度もう一回、はい、上げてみてください。上にですか。あ、上に上げてみて。さっきと上がり方の違いあります？だいぶ上がってきたね。あ、もっといいですか。うん、まあ、さっきよりか。ほうほう、うん、肩の後ろ側の痛みは大丈夫です。はい、ちょっと下ろしてみて。横からがでも上げにくいんですよね。今度は前の方に突っ張る。さっき後ろ側でしたね。あ、でもさっきよりも上がってきましたね、水平までは。さっきよりかよちっと上がった、ね、ははは。今度は前側になった、ね、うん、前側。今度は前側に痛みが移ったということですね。前側はこの手の親指ですね。H の1にここに貼りましょうね。で、前方挙上、前から上げるのは良くなったけど、はい、横から上げるとまだ肩の今度はさっき後ろ側だったのに、うん、前側になったんですね。はい、そうですね。なんか筋肉の動き具合かな。うん、 でも、でも横から上げるっていうのは大体あんまり良くないんですよ、普通でも。あんまりしないでしょ、ね。うん、あんまりしないでしょ。うん、だから横から上げるっていうのはね、ちょっと運動でもね、よいしょよいしょ、あんまりしないんですけど、まあやってみましょう。はい、このまんま前にこう上げてみてください。ゆっくり上げる。だいぶ上がるよ、ね、おお、これいいですね。はい、下ろしてください。で横からやってみましょうか。はい、こうやって。これさっきは肩の後ろだったのが肩の前側になったわけですよね。ちょっとここが効くとなるような。どの辺がですね。うん、まあ、でもだいぶ上がるようにはなりましたね。さっきからしたら、さっきはもうこのくらいが全然上がらんかったね。はあ、ははあ、うん、だいぶ上がるよ。お、今痛みはどこにあります？肩の痛みは。痛いはどこに痛いか、なんかここに。今度はそっちになりました。これは今度は小腸系ですね。はい、下ろしてください。筋が痛い。はいはいはい。で今度は脇の下の方に痛みが行きましたから、今度はここですね。ああ、そういうとこ。ちょっとチクッとするでしょ。今度は小指の H4、小腸系に、しました。もしくは神経でしょうけど、まあ後ろ側の痛みということでこれやりました。それで、20回30回40回と刺激をして、それで上げてみましょう。でやったのが手の人差し指の H6 から H5、H1、こんだけこう痛みがあちこちこうくるくる動いたわけですね。で最後に今脇の下、やっぱり筋肉が動くんですよね。筋肉にある痛みがまあ大体あるんです、もうそこに。はいはい、それがあんまり痛いのが最初にあるからですね、他のがわからないだけです。痛いですね。はい、親指上にして肘伸ばしてそのままゆっくり上げてみてください。いや、だいぶ上がるようになったな。ああ、こんだけ上げればいいですね。うん、だいぶもう
ちょっと上がる。まあまあそれだけ上がりゃね、上のもん取れるでしょう。うん、そうですね。はい。もうここら辺のがちょうど一番中途半端ですけど。はい、今度は横やってみましょうかね。はい、横からこう上げて。さっき脇の下が痛かったでしょ、うん、あれはどんな感じ？ないですね。もうなくなりました。もうなくなった。よっこいしょよっこいしょ、うん、あ、こんだけ上がればもういいんじゃないですか。よっしゃ、オッケー、いい。